高知市道路県標国道百九十四号起点高知県高知市県庁前交差点国道百九十四号終点愛媛県西条市鴨川橋交差点国道百九十四号は高知県高知市から愛媛県西条市に至る一般国道である高知県阿川郡井野町歌手起点の高知県高知市から二淀川地域である阿川郡井野町二淀川橋東詰までは 国道33号と重複し、その後は、二淀川やその支流に創業ううに北上し、終点の愛媛県西条市に至る路線で、高知県中央部と愛媛県東予とを結ぶ最短ルートとして知られている。一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び、経過値は次の通り。現行の道路法に基づく国道として、初回指定された1953年では、 高知徳島線として指定されていた。1963年に一級国道55号への昇格に伴って決番となり、同日新たに指定された高知西条線に裁判された。かつての本川村域の手前までは、二淀川やその支流に沿った快適なドライブルートであるが、東西方向に横たわる四国山地に突き当たると、急に山岳ルートに変貌する。 特に、寒風山越えは、強硬な福音に急カーブの連続する悪路であったが、高知県と愛媛県との県境の寒風山トンネルが、開通して、完全片側1車線化されたことにより、交通事情は、劇的に改善した。国道33号との分岐高知県阿川郡、伊野町、二淀川橋東泉橋梁トンネル新大森、トンネル入り口付近高知県阿川郡伊野町上8、 川港道の駅へ媛県西条市中野港。ありがとうございます。